を進むっち。気をつ。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。
か補充しとくっち、セーブするっち、上書きに気をつけろっち。扉を進むっち。あそこにいるのは、やっぱりここにいたんだな。来てくれたのね、レイジ。会いたいって言ったのはマリの方だろ。ええ、そうよ。で、話ってなんだ。完成したのよ、試作機だけどね。それってまさか。完成させるとは大したもんだよ。お前が引き継いだんだろ、可視化デバイスの開発は。あなたの夢は私の夢だから。そして俺の夢はお前だ。ええ、そうみたいね。どういうことだよ。可視化デバイスの試作機が完成した、たったそれだけの話だ。だから私はこれをあなたに渡したかった。なもんいらねえよ。なんでだよ、レイジの夢だったんじゃないのか。可視化デバイスは完成した、だからもう俺には必要ねえんだよ。どうして。なあマリー、可視化デバイスすごかった。ええ、もちろん。完成してすぐ誰よりも先にかけてみたわ。どうだ、似合ってたろ。さあ、それはどうかしら。だって鏡には誰も映ってなかったんだもの。え、だから私は完成を確信した。やっぱりな。やっぱりってそういうことかよ。ああ、これが俺の求め続けてた答えだ。そうなんだろマリ。可視化デバイスをかけた私を鏡が映し出すことはなかった。皮肉よね、可視化デバイスなんて名前なのに可視化されるのは現実だけだなんて。そう、私は妄想の存在だったの。だから俺はもう受け取る必要がねえんだよ。そんなことって。で、話したいことってなんだ。本当に話したいことは可視化デバイスの完成報告なんかじゃねえんだろ。ええ、そうよ。やっぱりレイジはレイジなのね。もしかしてマリさん。レイジ、あなたはずっと苦しんでいた。現実と妄想の狭間を生き続けた。だから私が楽にしてあげる。レイジ、私を壊しなさい。そういうことかよ。そうすれば終わらない今日が終わった時、あなたはようやく解放されるの。戸惑うなんてらしくないじゃない。戸惑ってるわけじゃねえよ。じゃあどうして。考え事をしてたんだよ。どうして俺がお前を産んだのかってな。レイジ、俺さ、愛とか恋とか信じてねえんだわ。なのに結局求めてたのが恋人だったなんてな。なんだよこの笑い話、面白すぎて笑うこともできねえよ。欲しかった答えが目の前にある、なのにその答えが怖くなるだなんてな。こんなのらしくねえよ。あら、そうかしら。そういうところレイジらしいと思うわ。俺らしい。だってあの時あなたは逃げ出したじゃない。そうだったな。あなたは今も昔もかっこ悪い。自分が思ってるほどかっこいい男じゃないわ。言ってくれるじゃねえか。だけど
そんなところも好きよ。好きだったじゃねえんだな。ええ、もちろん。だって私は永遠にあなたの女なんだから。だったら俺も最後くらいはお前に似合うかっこいい男になんねえとな。おい朝日、俺の妄想を全力でぶっ壊すぞ。いいのか。惚れた女を前にして逃げ出すわけにはいかねえだろ。ああ分かった。それじゃあ別れ話を始めようか。敵は一人ぼっち、こんなの楽勝。俺が本気だ。みずき、オラオラ攻めるっち。倒しちまったか、レイジ。かっこよかったわよ、レイジ。お前が惚れた男だからな。ええ、もちろん。なあ、マリ。どうしたの？東条マリという女は存在していなかった。ええ、そうよ。だけど、お前と過ごした時間は決して嘘じゃなかった。ありがとう。そして終わらない今日が終われば、俺はそれすらも忘れちまう。だけどきっと俺は忘れねえと思うんだ。何よ、らしくない言い回しじゃない。そういう気分なんだよ。ねえレイジ。なんだよ。あなたはもう怯えないでいいの。自分の気持ちに嘘をつかなくていいの。だから全部が終わったらいっぱい恋をして、いっぱい誰かを愛して、それが私からの最後のお願いよ。ずいぶんと難しいお願いだな。だけど努力だけはしてみるよ。行ってらっしゃい。この扉を進むっち。おいらは疲れたっち。